社外品のブースト系の一例。不圧計としても用いることができる表記になっており、計測単位は、下級圧はpsi、不圧は INS/Hg が用いられている。不圧計は計測器の一種であり、大気圧より低い圧力を圧力差として測る装置である。真空計の別名であり、サーツ計とも呼ばれる。本項目では、内燃機関の吸気圧力を測る不圧計について記述する。他の一般的な圧力測定に関しては、末尾の関連項目を参照。自動車やオートバイなどの内燃機関を搭載する車両やバキューム車などの不圧を特に利用する機器に装備され、操作者が現在の吸気圧力を把握するのに用いられる。ここでは自動車、オートバイの不圧計に関して記述する。内燃機関にとっては吸気圧力は内燃機関の作動状態を知るための要素の一つである。自然吸気式のエンジンにおいては、不圧状態から静圧までの測定を行うことができ、同じ回転数でも静圧に近くなるほど、エンジンに多大な負荷がかかっていることを示している。下吸気付きエンジンにおいては、ブースト系が不圧系の機能を兼ねている。計器としての単位は、キログラムフォース、平方センチメートルであるが、純正装着の不圧系の文字盤には 0.5。キログラムフォース、平方センチメートル刻み程度の大まかな表記しか行われていない場合が多い。日本国内では他に、キロパスカルやセンチメートル、Hg が用いられることが多く、北米では、psiや INS、Hg、バーを用いることもある。タコメーターとともに、燃費計が組み込まれている例。吸気圧力を計測しているが、表記は 100km あたりの燃費を直接示すものとなっている。不圧計は内燃機関の登場以前からすでに存在していたが、自動車の内燃機関においては近年まで純正採用されることは少なかった。これは自然吸気エンジンの不圧計が下吸気付きエンジンにおけるブースト系と比較して吸気システムの正常な動作状態を把握するという意味で、インテークマニホールドの不圧を常時正確に測定し続ける必然性が低かったことが一因である。旧来よりエコランに専念したい一部のドライバーの間では、エンジンの負荷状態を正確に知る意味で不圧計を取り付けるものが存在したが、自然吸気エンジンの保守に際して必ずしも必要な装備ではなかった。しかし、2010年代以降の現在では、近年の原油価格の高騰化に伴って、経済走行を心がけるドライバーが増えてきたため、自動車メーカーの間で、不圧計の新たな利用法が模索され始めた。本来、吸気圧力を表示する文字盤に燃費数値を記載することで、ドライバーが視覚的に現在の燃費を知ることができるよう、燃費測定計という形で、不圧計が積極的に用いられることがある。一方で、トランスミッションに CVT が標準装備された一部の軽乗用車及び普通乗用車などの車両の中には、不圧計という形ではなく、エコモードインジケーターという形で装備されているものも存在する。この場合には操縦者は、計器からは、経済走行域で走っているか否かしかわからない。不圧計には様々な単位が用いられるが、不圧計は大気圧を例として計測を行うものが多いので、特に中期のない限りは文字盤の数値はすべてマイナス値となる。また、燃費走行を目的とした不圧計の中には、燃費の向上に適した走行を行うためのグラフ表記が、数値表記とは別に、文字盤にカラーバーや文字で表記されていることもある。現在使用されている不圧計は大きく分けて機械式と電気式に分類される。両者の大きな違いはメーター本体が吸気圧力を機械的に読み取るか、圧力センサーやエアフロメーターを介して電気的に読み取るかである。機械式不圧計は表示部と一体となった測定器内にインテークマニホールドからのバキュームホースを直接引き込んで吸気圧力を表示する形式である。メーターまで直接バキュームラインを引く必要があることから配管の設置に手間がかかるが、電気式メーターに比較して安価であることや、万が一配管が外れた場合の危険性が、水温計や油温計に比べて低いことから、社外品の不圧計の多くが今日でもこの方式を採用している。電気式不圧計は、インテークマニホールド内に備えられた圧力センサーによって吸気圧力を測定し、電気式メーターに吸気圧力を表示する方式である。車種によっては、エンジンコントロールユニットやエアフロメーターの測定値から吸気圧力を計算して表示するものもある。現在の車両に純正で備え付けられている不圧計、または燃費測定計の多くはこの形式である。ありがとうございます。